1957年、合成ゴムの国産化を使命として日本合成ゴム株式会社を創立。その後、半導体材料やディスプレイ材料といったファイン事業へ事業を拡大して、1997年に社名を JSR 株式会社に変更。新たな柱としてライフサイエンス事業に取り組み、さらなる成長を目指す。可能にする科学を、 JSR 株式会社。JSR を支える事業領域は、石油化学系事業、ファイン事業、ライフサイエンス事業の3つです。1つ目の柱、石油化学系事業。創業事業である合成ゴムをはじめ、熱可塑性エラストマー、合成樹脂、エマルジョンなどを扱い、グローバルスタンダードな製品群を提供しています。特に注目されているのが、低燃費タイヤ用素材である合成ゴムの SSBR。 SSBR は燃費の軽減のみならず、タイヤのライフサイクル延長にも寄与。環境意識の高い日本や欧州で需要が高まっています。製造拠点を日本、タイ、ハンガリーに設けて、グローバルな需要に対応してまいります。合成樹脂事業は、自動車、家電建材、オフィス機器用途に幅広く使用される ABS 樹脂を供給しています。新しい製品として、プラスチック同士の接触で生じる不快なきしみ音問題を解決する樹脂が、エアコン吹き出し口やメーターハウジングなど自動車用途で使用され始めています。2つ目の柱は、ファイン事業。半導体、ディスプレイ、エッジコンピューティングの各分野で様々な素材を提供しています。半導体材料事業では、日本、アメリカ、ベルギーの工場から高品質な材料を提供しています。中でも、半導体の微細化に必要不可欠なフォトレジスト、1ミリメートルの100万分の1であるナノレベルの回路パターンを形成するための最先端フォトレジストで世界トップレベルのシェアを維持しています。 IoT 社会や人工知能の発展に必要な半導体の進化に貢献しています。テレビやスマートフォンなど、ディスプレイにも様々な材料を提供しています。液晶を制御する背光膜などで世界トップレベルのシェアです。ディスプレイの製造が盛んな韓国、台湾、中国に製造拠点を設け、顧客の要望にタイムリーに対応できる体制を構築しています。3つ目の柱は、ライフサイエンス事業。バイオ医薬の製造工程であるバイオプロセスと、診断・研究試薬の2つの分野に注力しています。バイオプロセスでは、医薬となる抗体だけを効率よく培養液から分離・生成するための材料を提供しています。診断・研究試薬は、一人一人に最適な予防や治療を目指す個別化医療の実現のため、大学や研究機関で疾患情報の測定とその解析に使われています。体内の細胞から分泌される粒子から病気を診断するための材料を提供しています。日本最初の抗体メーカーである医学生物学研究所、バイオプロセス開発・製造受託会社 KBI バイオファーマ、中国で中間体を製造する J&W 北京バイオテックなど、国内外のグループの連携により、ライフサイエンス事業のさらなる革新を目指します。 JSR は、安全防災、環境負荷低減、健康長寿社会の実現、ステークホルダーとのコミュニケーションの4つの観点のもと、社会における存在意義をさらに高めるために、経営と CSR の一体化を推進しています。マテリアルズイノベーション、マテリアルを通じて価値を創造し、人間社会に貢献する。私たち JSR は、その企業理念をこれからも実践し続けてまいります。